手、クラブと体のこの距離を変えないままテイクバックを行えるように意識していただきたいです。手と体の距離が変わらないままこのようにテイクバックする感じです。でここから縦に使っていくとしっかりクラブを縦に使うテイクバックが作れるので、まあ、縦振りがうまくいかないなっていう方はここを注意していくとうまくいきます。皆さんこんにちは、笹原由美です。今回はテイクバックの時の手と体の距離についてお話ししていきたいと思います。アマチュアの方のスイング見ている中で共通してうまくいっていないなっていうポイントがあるんですけど、それが、テイクバックのこの手元が体から離れていく方向に動いてしまうっていうのが共通してちょっとうまくいっていないポイントになっているんじゃないかなと思います。体とクラブの距離が離れてしまうと、例えば縦にクラブを使おうとしていても最終的にはこのようにクラブが寝る方向に動いてしまうので、クラブを縦に使いたくても体から手が離れると結局横振りになってしまって縦振りがうまくいかないっていう方がいらっしゃると思います。でそういう方はこのアドレスの時の手、クラブと体のこの距離を変えないままテイクバックを行えるように意識していただきたいです。正面から見るとこうではなくって手と体の距離が変わらないままこのようにテイクバックする感じです。でここから縦に使っていくとしっかりクラブを縦に使うテイクバックが作れるので、まあ、縦振りがうまくいかないなっていう方はここを注意していくとうまくいきます。この手と体の距離しっかり保ちながら球を打ってみたいと思います。このような感じになります。では次は悪い例で手を体から離しながら打ってみたいと思います。で今の2つのショットを見比べていただけると分かると思うんですけど、テイクバックのこの腰の位置ぐらいの時に手元やグリップが自分の腰の横ぐらいにあって、ここの隙間が見えないような動かし方をしたいんですけど、悪い例だとこの腰の位置に上がった時にここの空間が見えてしまう、手と体の距離が広がってしまうっていうのが良くない動きになります。こうなるとこの段階でクラブがもう寝てしまっているので、トップでもクラブが寝たりフェースが開いたりっていうミスにつながります。なので皆さんも練習の時に自分のスイングを取ってスイングチェックする時はクラブが腰の位置に上がった時にこの手元と体との距離が離れていないかっていうところに注目して自分のスイングをチェックしていただけるといいと思います。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファボのメルマガ登録者さん限定でスコア100切りのためのラウンド攻略ガイドブックプレゼントしております。無料で登録するだけですぐご覧になれて、スコア100切りのための要素がたくさん詰まってますので、ぜひダウンロードしていただいてスコアアップに役立ててみてください。